おお、これですね。どうすか。すごい音ですね。ですか。純正なんでも純正。はあ。ちょっとエアコンの作業つけてもらいます。はい。こんにちは、車好きのせいです。さて、今回はですね、私の後ろに映ってますこちらの車、R35GTR。私がもう昔から憧れてた一台ですね。この車を今回エニカというカーシェアリングサービスを利用してシェアさせていただいたので、この車を今からしっかりレビューしていきたいと思います。では行ってみましょう。こちらの車2007年ですね。それまで途絶えていた GTR の系譜の復活ということで鳴り物入りで登場した車です。馬力もそれまでの280馬力規制でパワーが抑えられていたのが、この車から一気に470馬力と大幅にパワーアップしました。しかも最新の電子制御ですね、こういったものがもうこれでもかと詰め込まれた当時の最新技術の粋を極めた一台ということで、もう GTR ファンでない人もすごい引きつけた車となりましたね。私も 34GTR までももちろん好きだったんですが、それでもまあすごい車だよねぐらいだったのが、この 35GTR に関してはもう欲しくて欲しくてたまらないと、一時期常にこう日産のサイトとか、あといろんなオーナーさんのブログとかをもう食い入るように見てた時期がありました。これは本当に今見ても新鮮な迫力のあるかっこいいデザインをしてますよね。フロントマスクもすごく迫力のあるいかついデザインなんですが、この横からのシルエット、あるいはやや斜め後ろから見た時の姿が私は一番好きなんですよね。例えばこのスポーツカーにしては意外と角度の立っているフロントウィンドウ、ちなみに英語ではウィンドシールドという部分なんですが、これがですね、この角度が立っているおかげで、このちょうど運転席のあたりを頂上として、その後こう後ろの方に絞られていくこのルーフのデザイン、これがなんかこうかっこいいなと、 GTR だけの独特な形だなって感じるんですね。しかもこのドアの分厚さというか、この上下幅ですね、これが本当にこう分厚くてでかいなって感じさせます。ちなみにですね、これドア実際厚さもすごい厚いんですね。よいしょ、こんな感じでなかなかの分厚さとなっています。まずこの部分は内装パネルとなるんですが、その外側ですね、そのこの鉄板の部分だけでもまた分厚い、これがやはりレーシングカー、つまりレースをすること前提の車として作ったからこその安全性を確保するためのにこれだけの強度が必要だったということですね。いやーすごいです。ちなみにここドアのこの部分、こういったピンがついてるんですね。こっちは普通のドアのガチャッとかかる部分なんですが、それ以外にこれがついていて、ここにガチッとはまるようになってます。これは RX8 の観音開きのドアなんかでも見た機構なんですが、おそらくこれをつけることでドアとあとボディ本体のフレーム、ここの間合噛み合わせが良くなって、よりこのボディのねじれ、きしみというものが抑えられるんだと思います。つまりこのドアもフレームの一部として強度を確保するための役割を担っているということですね。やはりもう速く走るために徹底的にこだわり抜いた作りをされています。そしてこちらがフロントマスク、いやーすっごいベタベタに低いですよね。これで純正だっていうんだからすごいです。別にこれ社外品のスポイラーをつけてるわけではなく、ここまでもうベタベタ、そこら辺の
駐車場の車止めには絶対に当たる低さですよね。街乗りの便利さとか実用性ではなく、あくまでも速く走るために徹底的にこだわり抜いたこの形だからこそのかっこよさっていうのがありますね。いやいいな。ちなみにこのヘッドライトの形ですね、これもなんか独特、これを見て GTR だってこう識別しやすいパーツの一つなんですが、これプロトタイプの時のヘッドライトの形も好きなんですよね。プロトタイプの時はこのヘッドライトがもっと下の方までこうギリギリバンパーの下あたりまでこう長く続いてたんですね。あれもかっこよかったな。あのスタイリングに改造するパーツとか出てないんですかね。いやまああってもそもそもこの車が買えませんが、そういうもしも GTR 手に入れたならなんてそういう時の妄想でよく考えます。そしてこちらがホイール、これもガンメタっていうんですかね。この塗装ギラギラしててかっこいいですね。そしてその中に入ってるブレーキローターがまたでかい。もともとホイールのインチアップというのはこのでっかいブレーキローターを中に組み込むため、そういった目的で開発されたものだったそうなんですね。もちろんこのゴムのタイヤの部分ですね、この黒い部分が薄ければ薄いほどタイヤの剛性も上がるという利点があるんですが、もともとはこのでっかいブレーキローターを入れることが目的だったそうです。なのでこれも本当理にかなったデザインとなってますよね。こちらのキャリパーもでかい。ここにポットが1、2、そして3と3つ、片側で3つありますね。しかもブレンボなのでこれは6ポットというやつですね。いや今まで私が乗ったことある車はせいぜい4ポットで、しかもキャリパーもこんなにでかくなかったので、いや迫力です。こんなでっかいキャリパーじゃないと止められないぐらいすごい車ってことですよね。この機能を追求し尽くしたからこその美しさ、これぞまさしく機能美ですね。いやタイヤ一つ取ってもここまでかっこいい、すごい車だな。はい、こちらが後ろ姿ですね。 GTR 伝統の丸い4連ブレーキランプ、これがまたでかい、でかくて迫力があります。そしてこのブレーキランプの中にウインカーとそれからバックフォグランプがついてますね。なのでこの後ろの方、この辺本当にすっきりとしたデザインになってます。変にこうウインカーやらバックフォグランプがゴテゴテしていないので、やっぱこういったのって大事なんですね。そしてこの4連マフラー、4本出しですね、4本出しマフラーがまたでかい、迫力あります。こっからあののぶといエンジンサウンドが聞こえてくるわけですよね。運転席にいても聞こえてくるあのドーンっていうすごい音、あれ迫力ですよね。こちらがエンジンルームですね。真ん中にドーンと V6 エンジンが鎮座しています。そしてそれぞれそこの左右の方ですね、こちらにエアインテークマニホールド、これが備わってます。ちなみにこれ中の方はこれすごくこうくねくねと入り乱れた配置になってまして、まずここがエアクリーナーなんですね。このエアクリーナーもこの右と左両方備わってるんですね。なのでここから入った空気は左右別々に3気筒ずつ吸気されていくんですが、まずこのエアクリーナーから入った空気は奥の方に行って、でだいたい
この辺の下の方にあるタービンですね、そこで一気に火球されて、その今度は火球されて熱くなった空気がずっと前に送られてきます。そしてここから見えるやつですね、ここに見えてるインタークーラー、ここでその火球して熱くなった空気を冷やすことでその空気の密度を上げます。そしてその空気がようやくここをこう通ってこのエンジンの方に混合気となって送られていくと、こういったすごいもうぐねぐねとうねりまくった複雑な経路となっています。ちなみにこのインタークーラーのさらに奥、後ろ側ですね、そこにエンジンの冷却水を冷やすためのラジエーターがついています。そしてこちらの奥ですね、こちらの方にはエンジンオイルを冷やすためのオイルクーラーが備わってます。ほんとクーラーだらけですねこの車。いや、それぐらいガンガン冷やさないといけないぐらい熱を出すということですね。そしてこのでっかいボンネット、このエンジンフードですね、このサイズの割にこのエンジンルームは一見小さいなと感じるわけですが、それはここにもうフレームが来てるからなんですね。普通だったらこうガバッとこの辺空いてるわけですが、ここにこう斜めにフレームを通すことで強度を上げてあるようです。やはりスーパーカーだからこその必要な措置といったところでしょうね。ちなみにここの空いてる空間にはバッテリーが備わってます。こんな感じですね。そして反対側の角っこはブレーキフルードとなっています。倍力装置も見えますね。そしてこちらにショックアブソーバーのマウント部分が見えますね。最近のスポーツカーはよくこの左右のこのマウント部分、これをタワーバーという一本の金属製のバーでつないで、そうすることで強度を上げる、そういったことを最初からやっている車が多いんですが、このレースをすること前提で作られた GTR がやってないということは、それだけボディの強度が確保されているということでしょうね。ではトランクルームを見ていきましょう。こちらですね、まずこのトランクの口の部分は上側のみが開くタイプで、下の方ここの辺はこうガバッと上には上がらないんですね。ただこの口の広さ自体は結構なもので、普通にこれトランクケースがこのままスッと入りますね。しかもこれ深さも結構あります。なのでこれ大型のトランクケース1個なら普通に入りそうですね。カポッとここ丸ごと使えば普通に入りそうです。この車横幅はたっぷりある車なんですが、もうここにタイヤハウスが来てるので、若干このトランクルーム奥の方の横幅はちょっと狭くなってますね。ただこの手前側、ここがさらに奥までグッと広まってるので、反対側も同じですね。なのでこれこの手前側にだったらゴルフバッグも入るんじゃないでしょうか。私はゴルフをほとんどしたことがないので正確なことは言えないんですが、なんかゴルフバッグ1個ぐらいなら横に入りそうだなという印象ですね。意外と実用性が高いです。私が持っている RX8 とは比べ物にならない積載性ですね。ただ一点気になるのがですね、だいたいここら辺かもうちょっと奥の方の下のところにトランスミッションが来てるんですね。この車は一般的な車とちょっと違って、エンジンとトランスミッションの位置がすごい離れてます。で、横から見た方がいいかな。この後輪のやや前あたり、この辺にトランスミッションがついてるんですね。なのでそこから発生した熱が
結構トランクルーム内こもりやすいだろうなと思うんですね。確認はしていないんですが、多分それなりに熱を持つんじゃないでしょうか。なのでちょっと熱くなるとダメなもの、そういったものは置かない方が良さそうですね、念のため。では車内の方も見ていきましょう。まずこのドアのノブですね、これがこうツルツル平らになってるんですが、ここ指でグッと押すとレバーが出てくるので、これを握って引くと、そうするとこうやって開くようになっています。ちなみにここドアのこの部分、こういったピンがついてるんですね。こっちは普通のドアのガチャッとかかる部分なんですが、それ以外にこれがついていて、ここにガチッとはまるようになってます。これは RX8 の観音開きのドアなんかでも見た機構なんですが、おそらくこれをつけることでドアとあとボディ本体のフレーム、ここの看護噛み合わせが良くなって、よりこのボディのねじれ、きしみというものが抑えられるんだと思います。つまりこのドアもフレームの一部として強度を確保するための役割を担っているということですね。やはりもう速く走るために徹底的にこだわり抜いた作りをされています。そしてこちらがドアを全部開けた状態ですね。こうして見るとでかいですね。前後にめちゃくちゃ長いです。いや本当普通の車じゃないんだなと、こういう部分でもなんか実感しますね。そしてこちらが中ですね。早速中に入ってみましょう。よいしょ。まず運転席からの視界はこんな感じになっています。まずぐるっと回して見てみましょう。では車内からの視界をより細かく見ていきましょう。まずこちら右側の運転席側の窓ですね。やはり上下幅スポーツカーらしく狭いですね。もともと車高の低い車なので、当然この窓の部分、この上下幅というのも小さくなります、狭くなります。そしてこのドアの上端部分がまた高いところまで来てますね。なのでもうこんな風にちょっと肩をかけて運転しようなんていう運転姿勢が取れるようなものではないですね。まあ置くとしたらこっちのこのちょっとあるソフトパッドの部分、ここにこう置くぐらいでしょうか。そしてこちらがフロントウィンドウからの視界ですね。窓大きいんで視界なかなか良好なんですよね。そしてこのフロントウィンドウが結構角度が立ってるんですよね。他のスポーツカーと比べても立ち気味な方だと思います。そのおかげかですね、意外とこの右前のこの A ピラー、これまあ確かにぶっといわけなんですが、意外とこの A ピラーまでの距離があるんで、他の車に乗った時と比べてそんなにこれが気にならないんですね。もちろん死角が全くないわけじゃないんですが、これがですね、もともと強度とかめちゃくちゃ重視しててぶっとい A ピラーが入ってる、そういったスポーツカーなのに意外とこれ右前が見やすい、そういった印象です。そして信号の確認のしやすさですね。これはさすがに停止線が信号の前ギリギリのとこにあるような時にはちょっとここをこう覗き込んで上を見る必要はあるんですが、これもあれ？こういった背の低いスポーツカーにしては見やすいなと感じました。意外な部分でこう運転がしやすい、そういった作りになっています。そしてこちらが助手席側の窓ですね。こっちからこうやって左の窓を見ると、やっぱりこの前後の長さが長いなと感じます。やっぱりドアが長いからそれに合わせて窓も長いわけですが、普通だったらもうこの辺に B ピラーが来てるようなものがぐっとこっちまで広がってるので、意外とこれ左の方見やすいなって感じるんですね。
例えばコンビニの駐車場で右方向に出ていきたいときですね、このちょっとやや左後ろの方の確認をして車が来てないかどうか見たいというときに意外と見やすいんですね。これがこれも意外な街乗り性の良さという部分でした。むしろ最近のコンパクトカーとかの方がこの B ピラーがもうここに来てて、さらに後ろの窓ちっちゃくって、で C ピラーがぶっとく来てるから意外と見にくかったりするんですよね。そういった車に慣れてただけに、ちょっとこのでかい窓の視認性の良さというのを驚きました。そしてこちらが後ろの窓ですね。これがまた意外と大きいんですよね。 GTR は出たばかりの頃よく後方視界が狭すぎてないも同然だっていう風に語ってる自動車評論家の方もいて、ああやっぱそうなんだ、スポーツカーだから仕方ないねって思ってたんですが、これ運転してて意外とこれ見やすいなと感じました。この車が出た当時は2007年、そして今や2019年なわけですが、むしろ最近のコンパクトカーですね、ああいった車の窓の方がすっごいちっちゃくなってるんで、あっちの車は本当もうバックモニターがないと後ろがバックで駐車するときとか危なくてしょうがないなって感じてたんですね。あとは一般道とか高速道路走ってるときも後ろから来る車の確認、特に右後ろとか左後ろ、こういった部分の確認がしにくいなって、ミラー越しに確認しにくいなって思ってたんですが、これ意外や意外、この後ろの窓が広いので確認しやすかったです。これが本当意外な部分ですね。この車意外とルーフの高さがあるんですね。今これ私が運転する時の背もたれの高さにしてあるわけですが、それでまだ頭当たらないんですよね。握り拳が1個無理くり押し込めば入るかなぐらいの余裕なんですが、でもそもそも頭が当たらないので自分が取りたい運転姿勢をきちんと取ることができます。では今度はハンドル周りを見ていきましょう。まずこのハンドルについているスイッチ類、こういうのは他の車と同じでオーディオ関係とか、こちらオートクルーズ関係のボタンが並んでますね。そしてこちらがメーター周りとなっています。真ん中にでっかくタコメーターが来てて、左側の方がスピードメーターですね。340キロまで振ってあります。ここまでの速度を出すことが一体いつあるんだろうかといった感じですが、こういったメーターがついてるだけでもそこまで出せる車、そういったものに乗ってるんだとワクワクさせてくれるものがありますね。ちなみに時速50キロで針が真下に来て、100キロでも左下あたりと、もうメーターがほとんど動かない状態なんですね。なので逆にこれはちょっと速度が確認がしにくいんですが、こちらの液晶の部分ですね、今ブレーキを踏みながらボタンを押してエンジンかけてくださいって表記が出てますが、運転中はここに速度が表示されるようになってます。こちらで確認すると見やすいですね。そして右上の P と書かれているのがシフトレバーのポジションランプとなっています。これで今どの状態なのかがすぐ確認できると。その下が燃料計で、一番右側に水温計が来ています。そしてこちらダッシュボード周りですね。余計な華美な装飾はなく、もう走るための車、レーシングギアといった感じの佇まいになってます。とはいえこういったところは白いスティッチが入った革が使用されてて、これは何でしょう、高級感というよりはクラブスポーツといった、そういった雰囲気を醸し出してくれているように感じます。そしてこちらがセンターコンソールになってます。右側ここにエアコンの送風口があって、ここにマルチファンクションディスプレイが用意されてます。今これはカーナビになっていますが、確かどれを押すんだったかな、
ファンクション。あ、これですね。これでこういった車体の状態を表すメーター類、こういったものが表示できるようになってます。 G センサーとか、あとはアクセルの回路、ブレーキの動力などなど、そういったいろんな表示がされるようになってるんですね。これはまあ一般道では特に必要のない機能なんですが、サーキットを走るときに役立つ機能が満載。大抵のレース活動をする人は後付けでこの辺にこう追加メーターをいっぱい並べたりするんですが、そんなことをしなくて もう最初からこういったものが備わってる。しかもこのディスプレイの中に収まってて、とてもすっきりとスマートに表示されてる。これが本当現代の車だなって感じさせてくれます。そしてその下がオーディオやエアコンの操作パネルですね。これが本当このデザインが質実剛健というか、変に軟弱な指さを求めたものではなく、もう機能、必要な機能をバンと揃えて、コックピットといった印象の仕上がりになってます。そしてその下が各運転する時のモード切り替えのスイッチになってます。左側がトランスミッションの制御ですね。下にするとスノー、雪道モードで、確か発進する時も2速からになるんでしたかね。そして上の方に約2秒上げると R となって、要はレースをする時に使うモードということですね。こちらの真ん中がショックアブソーバーのモード切り替えですね。下に下げるとコンフォート、乗り心地重視の柔らかめのセッティング。そしてこれが今通常状態で、さらに上に2秒押すと R モード、レースをする時用のモードですね。これは街乗りでも違いがはっきり分かるほどのガチガチの足回りになります。もうちょっとした段差を乗り越えただけでもクーンと車体揺れて、体もすごく揺さぶられます。そして右側のタイヤのマークがトラクションコントロールですね。下に下げるとこれでオフになって、1回上げると元に戻ると、で上の方に2秒を押すと R モードに切り替わります。普段はもうこれ全部普通の状態でいいですね。ちなみにこのショックアブソーバーの制御というのは、このノーマルの状態がコンフォートと R の中間かといったらちょっと違って、その時の運転状況に合わせて常に細かく制御されているそうです。常に減衰力が変動して、その時一番乗りやすい状態に調整してくれているそうです。そしてその下奥の方には DVD などのスロットが用意されてますね。その後ろがシフトレバー、もう本当この握る部分、グリップですね。このグリップ部分だけがもうこの下のボードから出てきてるといったぐらいの短いものになってます。必要なものを必要な分だけといった感じですね。これはこうガチャガチャっと下げてきて A というのがドライブと同じ状態ですね。そしてこれをレバーを一度右に倒すとマニュアルモードに切り替わります。マニュアルモードの時はこのパドルシフトでシフトアップやシフトダウン、こういった操作ができるようになってます。そしてこちらがエンジンのスタートストップボタン、真っ赤なボタン。普通の車だったら、特に最近のハイブリッドカーはパソコンの電源みたいなマークが真ん中についてて、でポチッと押すだけなんですが、もうこれはもうボタンからして今からすごいことが起きるぞって感じですよね。そしてその後ろがカップホルダー、そしてこちらがサイドブレーキ、これもしっかりとしたものになってます。そしてこちらがセンターコンソールボックスですね。このセンタートンネルの下にはプロペラシャフトが2本、そして後ろの方にはトランスミッション、
だいたいこの辺ですかね。それの下の部分にトランスミッションが来てるので、その影響でこのセンターコンソールボックスもほとんど深さがないんだと思います。あとこちら 12V 電源がついてますね。これでいろいろと電源が取れます。そしてシート、これが分厚いですよね。すごいしっかりとした作りになってます。例えばこの背もたれのこの横の張り出し、これがまた分厚いんですよね。もう絶対支えてやるぞっていう感じで。そしてこの背もたれ部分、ここの幅がやっぱり他の車よりずっと狭いです。私のは比較的痩せ型の方の体格なんですが、それでも脇腹がもう両サイドここをぴったりと当たります。それぐらいこうギュッと絞られたシートになってるんですね。こちら座面の方も同様で、ここグッと低く掘り込まれていて、そしてこの左右の部分の張り出し、これがまたももにぴったり当たるぐらいの狭さになってて、ギュッと体を押さえてくれてます。なので街乗り中ですね、ちょっとした段差とかでガクンって車体が揺れた時に、もう私の体もその車体の揺れに合わせて一緒に動かざるを得ないぐらいガチガチにホールドされます。これはもうやっぱりレースをすること前提だからこその作りですね。いやすごいです。では後ろのシートも確認してみましょう。まずこちらのレバーですね、これを上に上げて背もたれを倒すと、ただこれだけではまだ前に動かないので、これですね、この電動のレバー、これをと動かしてじわじわじわっと シートを前に移動させます。ちょっとじれったいですね、はい。これで今一番前の方まで移動しました。ここで座ってみると、よいしょ、よいしょ、やっぱこう結構かがむなって感じですね。よいしょ、はい、もう頭当たりますね。あれ結構きついぞこれ、思った以上に。これまだこんな感じで、ちょっと首の方は背もたれに当たってない状態ですね。きちんとこれ肩までつけようとすると、こんな感じか、もう首これ以上曲がんないよってぐらいまで今曲げて、この窓に当たってます。これはちょっときついですね。子供じゃないときついかな。ちなみにこれシート、背もたれを倒すと、今シートが一番前に移動している状態なので、握り拳2個分ぐらいは足元余裕ありますが、これ前の人はとても座れる状況じゃなさそうですね。ここシートスライドできるんですね。これでこうやると、お、わ、結構きつい。前がこれだけ空いてれば、まあ前の人も座れなくはないですよね。でこの状態で今握り拳1個分余裕があるんですが、それよりこの膝より問題なのがこのつま先ですね。今この前のシートの下につま先が入っていってるんですが、これシートのこの下の部分と底面と足がつま先がもう当たってます。もう指が今がっつり当たってます。全然ほとんど身動き取れないですね。そしてこちらにはちっちゃな窓が用意されてるんですが、これはもう開閉はできないですね。まあ、ここ何もないよりはずっといいですよね。何かこうやって外が見えるっていうのは。そしてこんなところになんかコンビニフックのようなものがありますね。ここにちょっと何か引っ掛けておけると、意外な便利アイテムですね。そしてこちらセンタートンネル、ここにはカップホルダーが1個のみとなってます。ここにはやっぱ何か作れない事情があるんですかね。ちょうどこの真下あたりにはトランスミッションというでかい部品が来てるので、その影響で
もうちょっとここあまりスペースがないんでしょうね。そして結構これ暑いですね。まだエンジンが冷えてないからなんでしょうが、そしてこのスピーカー、この左右のシートの間にデーンとでかい、これウーハーですかね、そんなものがここにデーンと備わってます。大抵こういうのはこの後ろのダッシュボードっていうんですかね、こういった部分とかに上向きについてたり、あるいはこの辺の下についてたりとかするものですが、真ん中にデーンと置いてあります。おそらく他に置く場所がなかったというのもあるんでしょうが、これはこれでかっこいいですよね。なんか迫力あります。このエンジンがかかる時の音がなんかもうすごいですよね。ではまず街乗り性の方から確認していきましょう。まずこの車乗り始めた時ですね、その時結構狭いこう住宅街の中の道の中を最初通り抜けたんですが、これすごく幅がある車なのに意外と見切りがよくって、こう対向車とか来ててもスッと左に寄りやすかったんですよね。これが結構意外でした。で、あとはですね、窓が全体的に大きいので意外にもこれ周囲の確認がしやすいんですよね。後ろの窓もこう大きいですし、なのでこれ結構後方確認も楽で、狭い街中を走るときにその見切りとか取り回し、そういった面では意外と苦労しませんでした。もちろんこれだけ大きい車の割にはという条件がつくんですが、もっと意外なほど取り回しがいいんですね。そして結構方々で言われてたそのアクセルワークのシビアさ、これに関してなんですが、まずブレーキを離した時にこの車あまりクリープで前に進んでいかないんですね。一般的なオートマの車はブレーキを離した瞬間スル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 と動き出すので、狭いところでちょっとずつ動きたいという時にブレーキの強弱、これでうまく調整できるわけですが、この車の場合ブレーキ離しただけではほとんど動かないんですね。なのでちょっとアクセルを踏む必要があるんですが、そのアクセルを踏んで若干ワンテンポ遅れたぐらいのタイミングで急にクラッチがつながるんですかね、ガチャーンって音とともにガクーンと急に前に出だすんですね。そしてまたブレーキを踏んで調整するといった感じで、慣れないうちはこのクリープの弱さと、それからアクセルを踏んだ時のクラッチのつながりのタイミング、これにちょっと戸惑うかと思います。そしてこのクラッチのつながるタイミングの話なんですが、これは信号が青になった時の発進、こういう時にも影響してくるんですね。例えば信号が青になったとか、あるいは交差点で車が途切れたから今このタイミングでパッと左折しようっていう時ですね。そういう時に他の一般的な車と同じ感覚でアクセルをグッと踏むと、その踏んだ瞬間に急にクラッチがつながってガクーンと結構急激な加速が来るんですね。あとその狭い住宅街とかですね、そういうところを10キロ、20キロ、そういった速度で走ってると、この車はもうずっとローで走るわけですが、アクセルはずっと一定にしてるんですが、でも車が一定に動かなくて、ワンワンワンとこう揺れる感覚があります。これはセカンドに入ってしまえば、そういうのは解消されるんですが、ローに入ってる時だけ、ちょっとそういう感覚が強いですね。ひとたびもう50キロとか60キロといった速度域に達したら、もうそういった神経質さはなくなりますね。普通の車と特に変わらない感覚でアクセル操作ができますね。
そして1速から2速にシフトアップするとき、または2速から1速にシフトダウンするときですね。この時の、シフトチェンジのショック、変速ショックですね。これが結構強くきます。ガクンガクンと結構強めにきますね。あとは変速する時のガシャンガシャンという音ですね。これが後ろの方からよく響いてきます。しかもその音が結構大きくてガシャンガシャンと音がするので、最初何かトランクに物が入ってて、それがこう中で動き回ってんのかなと思ったぐらいの音がするんですね。そして先ほどもちらっと話しましたが、足回りもガチガチに硬いです。今まで普通の車運転してる時に凹凸とも感じなかったようなわずかな凹凸ですね。例えばマンホールの蓋とか、ちょっとした橋の継ぎ目とか、アスファルトのひび割れ、そういったとても細かな凹凸、こういったものを全部拾うといった感じですね。ガチンときます。この車にはショックアブソーバーの減衰力を調整する機能がついてるんですね。そしてそれをコンフォートという状態にすると、乗り心地重視の設定になります。この状態にしてあると比較的乗り味が柔らかくなりますね。それまで全部ガツンガツンと拾っていた路面の凹凸を幾分いなして滑らかに走行してくれる、そういった機能になってます。もともとがこの車はそんな気軽にその辺のお出かけに使うための車じゃないので、そういった乗り心地とかラグジュアリー性、そういった部分を求めるのはおかしいとは思うんですが、これは他の車と明らかに違う部分ということで気になったので、ちょっと取り上げてみました。ではここから高速道路です。高速道路での加速性能とか、あとは高速安定性、そういったものを確認しておきたいと思います。まずこの加速車線の手前のこのぐーっと曲がったランプ、やっぱりシートの横の張り出しが大きいんで楽ですね。そしてやはり加速も楽々ですね。今軽くアクセル踏んだだけなんですが、もうギアの方は加速を維持したままです。すぐに80キロの方まで加速してくれました。そして高速道路を走ってると一般道の時と打って変わって一気に滑らかな感触になりますね。特にこのハンドルから伝わってくる地面のフィーリングですね、これがとても滑らかなものになってます。さっきまではこうザラ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 ゴツ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 とした、そういった振動がずっとハンドルから伝わってたんですが、逆に今はすごく滑らかですね。スーッと、極端な言い方ですが、まるでガラスの上を走ってるかのような滑らかさ、そんな印象です。やはりレーシングカーなんですね、この車は。スピードを出してる方が安定してて実に走りやすいですね。今ギアの方は6速に入ってるんですが、ちょっと加速したいなとか、ちょっと前に出たいなっていう時にアクセルをグッと踏むだけで6速のままですぐにスッと前に出てくれますね。これは今走っている高速道路のようにそこそこ交通量の多い場所ですね、こういったところで流れに合わせて機敏に加減速をしたい、そういう時にスッと流れに合わせて速度調整ができますね。今85キロで走ってるんですが、ここからちょっと100キロまで速度を上げてみます。ちょうど100キロになりました。結
構今アクセルを私としては結構踏み込んだつもりなんですね。全体の3分の1ぐらいは踏み込んだんでしょうか。他の車だったらこういう時シフトダウンをしてそれから加速するものなんですが、6速に入ったままで一気にグイーンと気持ちよく前に出てくれましたね。シフトチェンジによる加速 G の息継ぎ感のようなもの、こういったものが全くないので気持ちいいですね。スーッと前に行ってくれる、これなかなかちょっとやみつきになりそうな気持ちよさですよ。ではここからまた高速道路に合流します。量としてはせいぜい半分くらいですかね。それでもまあ本当背中がこうグッと押されるような加速が来て、しかも滑らかに加速しますね。一般道とかをゆっくり走ってる時は逆に変速する時のショックがガクンガクンと変速するたびに伝わって結構ギクシャクしてたんですが、逆にある程度の G で加速しているときは変速ショックが逆にないですね。綺麗に安定して滑らかに加速してくれます。今まで乗ってた車の常識と全然違いますね。今峠道に入ってきました。こういうところに来るとこの車の進化を発揮するといった感じですね。この車横幅がめちゃくちゃあって、しかも重量もほぼ2トンというものすごい重量級の車なんですが、それを感じさせない軽快さ、走りやすさがあります。本当2リッタークラスの車に乗ってるかのようなそんな感覚で乗り回せるんですよね。今結構路面の荒いところを走ってるんですが、確かに路面のこの凹凸全部拾って体が揺さぶられるんですけど、車体がそれで浮いてしまうというか接地感が薄まるようなそういった不安が全くないですね。安心して運転を楽しめます。ハンドルはなかなか重ためでしっかりとしたこの感触が伝わってくるんですが、その分ちゃんとこのハンドルを曲げたら曲げた分だけ曲がっていってくれて、自分が思った通りのラインを描いてくれますね。今上りの結構くねくねした峠なんですが、やはりもうパワーがあるんでもうこういったところも楽々ですね。今3速のだいたい時速50キロなんですが、いやもう本当この3速にキープであとはもうアクセル操作一つでどんどん進んでいけますね。そして今下りに入ってきましたが、やっぱこういったところでも変なアンダーが出たりとかそういった不安定さが何もないですね。この車こそが本当のオンザレールだなと、今まで私が言ってた車と次元が違うなと感じますね。この車内に響いてくる音といい、ガチガチに硬いサスペンションといい、レーシングカーというよりはまるでレーシングカートですね。この軽快感といい、本当運転してて楽しいです。そしてこの車もう乗っててとても楽しくって、もうそれはもう買えるものなら買いたいというそういった車なわけですが、やはり維持費がすごいんですよね。例えばタイヤ、これが1本あたり約10万円するそうで、しかもランフラットタイヤなので交換工賃も結構かかってだいたい1万円以上するそうです。なので4本全部合わせれば
もう50万円ぐらいの値段になってしまうと、で、だいたいタイヤの寿命が1万キロ程度だそうなんですね。いやー、すごいですよね。1万キロといえば、よく車に乗る人だったら1年で走り切ってしまう距離なので、1年ごとに約50万円の出費。当然その間2回ぐらいはオイル交換もするわけで、オイル自体がまたメーカー指定のものでないといけないので、やっぱりそれもかかるわけですよね。さらには税金と自動車保険もすごい高いと聞くので、いやー、ほんとこれ買うことができたとしても、買った後の維持費がまた大変なことになるんですよね。まあ、ただそういった維持にかかる値段というのが決してぼったくりなわけではなく、全てが理由のある値段なんですよね。そういった部分にやはりロマンを感じますね。そこまでしてるからこそのこの性能と運転の楽しさなんですよね。いや、いつか手に入れられるようになりたいな。いや、いいですよねこれ。さて、ここまでこの R35GTR 一日中乗り回して、この車のいいところ悪いところ、そういったところをじっくりと見てきましたが、総評としましては、まず何よりもこの走りですよね。レーシングカーをそのまま公道で走れるようにした、そういった言い回しをよくされる車ですが、私個人としてはもうこの荒々しさはまるでレーシングカートだなという感覚です。実際この車体の大きさや重さを全然感じさせない軽快なハンドリング、そして本当にこれサスペンションついてるのって思うぐらいのガチガチに硬い足回り、この荒々しさがもうまるでレーシングカートと表現したいぐらいなんですね。そしてそのレーシングカートならではのこの軽快な楽しさ、それを公道で乗れるようにした車、そんな言い回しをしても良さそうな車ですね。いや、本当に面白い。いや、本当にこの車手に入れられるものなら手に入れたいですね。いつかたくさん稼げるようになったならありかもしれない、そんな一台です。あと2017年以降のモデルは一気に乗り心地も良くなったというふうに聞くので、いつか機会があればそちらの車も試してみたいところですね。では今回の動画は以上で終わりとなります。いかがでしたでしょうか。今後も車に限らず興味のあることにはどんどん挑戦していって、その時見たもの体験したことを動画にして共有していきますので、興味のある方はよかったらチャンネル登録をして次の動画をお待ちください。あとベルのマークをタップしておくとすぐに新着動画の通知が届くようになるので、よかったらそちらもご活用ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。